はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。信長の野望創造戦国歴史伝、徳川家康でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、あの目的はですね、これまでご覧いただいている方には何度かお話してますが、愚足秀忠を討つということで、まずはですね、その障壁となる尾張徳川家を倒したいなというところでプレイの方は進めています。で、前回最後ですね、伊達政宗からですね、反徳川連合、まあ、秀忠連合ですね、反秀忠連合への加盟を、まあ、打診されて、それを受けたわけなんですが、その結果がご覧のような勢力図になっています。緑が基本的には、同盟あるいは味方連合に所属しているところになりますね。で、今回はですね、まずは、連合に、参加していない友好大名を連合に誘っていくっていうところから始めていきましょう。連合に入ってくれてると勝手に、信頼度が上がっていくので、まあ、工作をする必要がなくなるというのはかなり大きいので、これは間違いなく連合に誘っておいた方がいいというところなので、連合に誘えるところは誘っていきましょう。で、どこを誘っていくかなんですが、まあ、まず東道、京極、さらには伊、あと前田、このあたりは確実に連合に誘い込みましょう。金森家がちょっと連合に誘えないのかな。できれば金森も連合に誘い入れておきたいところなんですが、まずは、以上の大名に対して工作を打っていきましょう。で、それによってまず京極、ここに工作要員を割く必要がなくなりましたね。さらにはクッキー E、 ここからも工作要員を出す必要がなくなりました。で、今後の攻略目標なんですが、まずはですね、いきなり尾張徳川あるいは徳川宗家に戦いを挑んでも勝ち目がないので、ちょっと検討した結果、まず真田を取り込もうかなと思ってます。まあ、真田はご存知の通り優秀な武将多いですので、まず真田を取り込むというところからね、始めていきたいなと思っています。ではターンを送っていきたいんですが、その前に建設を入れておきましょう。で、あと城の改修ですね。第5段階までこちら浜松を拡張できるけど、できれば第7段階まで行きたいので、そしたらここでですね、ちょっと一旦ターン送る前に木材と鉄を、確認しておきましょう。それぞれ2000弱か。もう 2,3 ターン送ればそれなりのまとまった兵糧が手に入りそうですね。よし、じゃあこれでいいでしょう。で、外交も準備万端整いましたので、あとは修復も順調に進んでますね。そしたらターンを送って、まずは連合の誘い、どうなるかを見ていきましょう。前田からは連合加盟、京極からも連合加盟、東道からも連合加盟、伊からも連合加盟。よし、全く問題ないですね。そしたらここで一気に真田攻めを敢行しましょう。で、真田攻めをするにあたっては、尾張徳川あるいは徳川宗家の牽制は絶対に必要なので、そこは間違いなくやっていきましょう。で、出陣です。まずは高島城、ここを取りに行きましょう。出陣する。腕が鳴るぜ。我らの戦お見せいたす。で、忘れちゃいけないのが朝廷で工作なんですが、ここはもう今100なのでこの状態を維持しましょう。で、さらに連合に
加盟していないものの加盟を促したいところで言うとどうだ、金森家に対しては、さらに工作を進めないといけないですね。お、第7段階まで拡張できるようになりましたね。頼信に任せましょう。さあ、ではこれで少し内政の投資に回す余裕が出てきているはずなので、内政の投資に割いていきましょう。工作に人を割かなくて済みますからね。やっぱりその外交の工作要員に人を割くとなると、それなりに人材が足りない大名家からすると痛手になりますからね。それが連合に入っておくとだいぶ緩和されるっていうのは、ちょっと思っていなかったような恩恵が確かにありますね。家康はもうそろそろ本当に死ぬと思うので、そしたら舞台は他の方向から分けて出陣させましょう。まあ、間違いなくその尾張徳川が邪魔立てをしてくるので、尾張徳川領を通ろうとするとですね。さらに徳川宗家の甲府城もかすめるような形で進軍するので、まあ、ここはね、細心の注意を払いながら開戦しないで済むような形で進めていければなと思います。交渉を始めましょう。先月の終始です。で、あとは密談ですね。少し余裕が出てきているというのも事実なので、確実にあとは捕獲をしていきたい。出陣する。家康は病にかかってるか。で、敵の兵力真田信正1400。なるほど、これを迎え撃つのは危険なので一旦富士見まで引きましょう。手を貸してくれ。で、その上で二方向から高島城を攻略しましょう。出陣する。おめでよ、先月の終始です。連合に入っておく危険性もあるけど、連合に入っておく良さもやっぱりありますね。こうやって改めて武将が少ない状態だと、そこに対してある程度余裕を持った武将の配置ができますからね。そしたら敵信政2600か。なるほど、これは一旦削った方がいいですね。で、後ろから敵の鳥居成次隊9102、秋田隊11000、これを迎え撃つのはかなり厳しいな。であれば停戦和解はできないので、要請援軍で、まあ、まずは尾張を牽制してもらい、いいっていうところまでだな。なるほど、となるとこの2万の大軍を迎え撃たなきゃいけないんだな。さっさと城を落としましょう。
皆の者、続け。引くぞ。敵城門突破しました。よし、ここは急いで城門に迫りましょう。なんとか戦の仕方を教えてやる。いざ通常に勝負。家康が支えてる間に頼信が天守を落とせば成継隊が壊滅することができるので、急いで。かしこまりました。よし、頼継。頼継じゃない、頼信、急いで天守を落としてくれ。なんとかこれで敵の軍勢を退けられれば。よし、我らに勝てる敵はない。止まれ。これで約7000の軍勢で秋田隊1万1000を迎え撃つ形ですね。ここは製材所を作っておきましょう。まあ資源不足にはなってきてしまいますからね。で、高島城には安藤を入れましょう。で、ちょっと気になるのが家臣、家宝とかを与えておいた方がいいような人物がいるかというと、この3人か。榊原、水野、松平。信綱にはじゃあ五等級の刀を進呈しましょう。で、工作ですが、金森家に対してはそうだな、ちょっとしっかり工作を入れておきましょう。心配な要因としては、金森が敵方に入るようなことがあるとちょっと抜本的な戦略の見直しが必要になってきますからね。さて、どうするかな。この6000が結構邪魔だな。どうにかならないか、この6000。間に合うとも思えないが、何、ここで家康が死亡か。まあ、後継者を選ぶ必要があるんですが、頼信か範頼か。範頼5歳、これは範頼にして、武将を一人稼いだ方がいいですね。しかも知略政治は高い。頼信に任せましょう。いやー、家康26年まで生きてくれたか。史実より11年長く生きてくれましたね、長寿にしたことによって。すいません。
もう花粉の季節になっちゃって結構ね苦しいんですよね。僕花粉症なんで。さ、家康亡き後ですが、せっかく取った高島城、ここを奪われるのは何としても避けたい。とはいえ援軍が間に合うかどうかもかなり微妙だな。どうする？秋田隊も決してぬるい相手じゃないからな、まあ、とりあえずここから出陣してきているこの部隊、これの目的地がどこかが定かではないけど、どうだ、耐えられるのか。金森隊が木曽福島攻めを敢行中か。なんとかしたいな。間に合うとも思えないけど。出陣するぞ。で、真田隊が迫ってきているものに関してはこれは停戦を入れましょう。前田の意向を使います。間に合うか。ギリギリ間に合いそうですね。まあ、せっかく取った高島城なので、ね、ここは死守したいところですからね。外交の工作で金森県には入れておきましょう。であとは味方連合に入っているところには工作の必要は先ほどからお話している通り必要ないので、これでよしとしてですね。そうなると調略ですね、密談を入れておきましょう。改めてここは調略の対象を検討していきましょう。この3人かな、赤印。そもそも半身が高い人間をまずは攻略していく必要ありますからね。まあ、捕らえられたとしてもだ。表情を始めましょう。報告いたす。敵の残りの兵糧を見たところ、もう残すところをあと5日分しかないので、これは追い返すことはできそうですね。まあ、その間に他のというか尾張徳川家が攻め寄せてこなければ無事に押し返すことができそうな感じですね。そしたら今のうちに投資を入れておきましょう。連合に加盟している間に工作要員が必要ないっていうのは本当に大きいな。どうした、かかってきな。よし、これでよしとして一旦兵を返しましょう。武将不足なのは間違いないんですが、何はともあれまずは修復を入れておかないと話にならないので、修復を入れて、でさらに回収も
入れておきましょう。第7段階で止まっちゃってますからね。そしたら次真田との停戦が解けたタイミングで、松本城の攻略に乗り出しましょうか。本当はねこの岩村城とかかなり邪魔くさいんで攻略しておきたい気もするんですが、関東でも連合軍と徳川軍が戦ってますね。まあ、徳川軍っていうと少し紛らわしいので秀忠軍って今後呼びましょうか。そしたら多少余裕が出てきてますね。木材にも鉄にも。で駿府に11,400か。これを退けるのって結構大変なんで、まず軍勢を集めましょう。で尾張徳川は最悪朝廷の意向を使ってなんとか追い返すことができるので、それまでの間にまずは援軍の要請で甲府城に対して星名から援軍を出してもらいましょう。これで少なくてもこの6300は撤退していくはずですね。そうなると迎え撃つのはこの稲忠政8100だけで済むはずだ。これなら退けられるでしょうと思ってるけど、星名は援軍を出さないか。くそー。であとは亀山城とかね、もう取っちゃってほしいんだけど、どうだ？もしこれが取れないとなるとかなり危ないので、武蔵を駿府に派遣しときましょう。まあその想定してる星名からの甲府への援軍というかね、攻撃隊が出ないとなるとちょっと厳しいかな。で今兵糧がないってことが判明したので、これは兵糧速攻で買いましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。政策を取り行います。温泉があるのか。だったら統治場を作っておきましょう。でこれで改めて出陣できるはず。出陣する。よし、これで迎え撃ちましょう敵を。まあこの駿府はねかなり堅牢に城を作ってますからね。乗じてできるだけ兵を削った後は城の中に引きましょう。この駿府はそう簡単には落ちないですよ。
まあ期待していた見くびられては困りますね。星名の甲府城への攻撃隊は出てないけど、まあここは確実に守りきれるかな。天下に示す。勝負と行こうか。我が道を阻むなら王将は瀬戸さん任せておけ。承知した。ちょっと削られてるけど。承知した。任せておけ。敵が城内に侵入しました。見くびられては困りますね。逃げるな。今のうちだ。ここは引きます。続け。これで決まりだ。我らが負けるなどありえん。任せておけ。続け。その首もらった。これで終わらせようか。承知した。さあこのまま鳥居なり継ぐ隊を潰せれば城門に入られたくはないな。なんとかここでもう敵を殲滅しておきたいですね。勝負といこう。これで終わらせようか。よし、武蔵も来たし勝敗を消したな。あとはできれば討ち取りたいけど。こんな日もある。そしたら早急に兵を引きましょう。米不足が著しいので。表情を始めます。先月の収支です。米を買っときましょう。いざという時に米不足で出陣ができない状況にちょっとなりそうで怖いな。東堂が大きくなってくれてるのはまあありがたいといえばありがたいか。浅野家、まあ、浅野もまあおそらくこの東堂の前に潰れるでしょう。まあ、浅野って浅野長政の家で、まあ、有名なところで言うとあれですよね、赤穂浪士、これも浅野家ですよね。でだ、こっちの方がどうなってるかというとかなりきな臭いな。ここは。なるほど。これを見ると井伊家と尾張徳川が正面からぶつかってますね。じゃあここに対して何ができるかっていうとあまりできることはないけど、まずは無駄に信行に援軍を出させて兵力を削りましょう。何なんだこの戦法はって感じですけどね。星名が甲府を攻めてくれてる。なるほど、これはかなり大きいな。で、出雲のお国隊がこれに対して甲府の援軍に出てるのか。このお国を含めた援軍相手にちょっと
甲府を取り切る自信はないね。小田原城も兵力満載してるし、まずはこの岡崎をなんとかね、型をつけたいけど、そしたらそうだな、この木曽福島に出兵をしていきましょう。我が領内に敵が迫っております。出雲の国隊が6000で攻め寄せてくると、そしたらまあちょっと目標を高島城に変えましょう。せっかく攻撃隊として派遣要員でしたが、高島城の防衛の方が優先ですからね。ご命令を。先月の終始です。三の丸まで作っておきましょうね。浜松城は であと何ができるかというと、今100あるところで言うとどうだ、伊達に対しては婚姻で、この5歳の範頼に対して13歳の姫を嫁がせてもらおうかな。このあたりどうだ、伊達と同盟を結ぶっていうのはかなり大きいけど、できれば前田と結んでおく方が大きいよな。ちょっとまだ様子を見ましょう。まずは高島城の防衛が第一。先月の終始です。敵が我が領内に向かって、高島城に2000か、榊原も滅ぼされた。高島城攻めが本格化してるな。これは高島城が守りきれるかちょっと微妙なラインになってきてるね。まあ、なんといっても高島城は防御力がかなり脆弱なので、どうしようかな。ちょっと高島城が危ないかなというところなんですが、ちょっとなんか画面の方が危ない感じなので一旦セーブを入れたいので、ここで切りもいいですので終了して、次回この高島城の防衛戦、続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。